抱負として女らしくなると、言って今ね、髪をかき上げておりますけど、前髪がパッツンすぎて全然女らしさがないですね。ちなみになんか、リスナーの人からいっぱい誕生日おめでとうっていうメッセージをいただいてるみたいで、本当にありがとうございますと、キノピオさんが言っております。そして、なんかリスナーの人からね、結婚したいってメールが来てるよ。それもなんかツアーのレポートね、サークルのファンクラブサークルのキノピオさんのツアーのレポートを読んだんですが、ラジオネーム勇者あきらめさんから、勇者ですよ。そこである疑問が浮かびました。ツアーのレポートの中の写真、カエラちゃんと写ってる、女性はキノピオさんですかっていうのがあるんですけど、もうその人があまりにも可愛すぎて結婚したいですって言ってるんですけど、それはキノピオさんではなく、あれは誰ですか？メイクさんですね。じゃあもうこれはもうメイクさんと結婚したいということで、これは全然キノピオさんは実は可愛いのではないですかっていうものでしたけど、完全にメイクさんでしたね。ということで残念でした。ちなみに今夜もゲストが登場しますよ。ゲストはキューパの原田知世さんと高橋幸宏さんです。もう本当にさ、緊張してるんですよ私。だって2人をですよ、私がなんか喋れないよ無理だよ、どうしよう、雷がひどすぎて来れませんとかなんないかなもう来てる？厳しい。はい、ということで頑張りたいと思います。で、午前1時過ぎにお送りする「エディローリング」では、番組ADの梅ちゃんが収録した街の人は崖の上のポニョの歌をどれだけ歌えるのかをお届けしたいと思います。そして忘れちゃいけないのが、9月10日にリリースされる木村カエラのニューシングル「マスタッシュ」の初オンエアです。なので皆さんぜひ聴いてください。お楽しみに。じゃあ今日2個目の曲かけたいと思います。じゃあサブウェイズで「オールライト」。サブウェイズでオールライトでした。 J-WAVE 木村カエラのオーマイレディオ、お知らせに続いては今夜のテーマ、時刻は0時39分、生放送でお送りしている J-WAVE 木村カエラのお前レディオ。それではここで今夜のテーマを発表しましょう。今夜のメッセージテーマは「それがルール」。誰ですかこれ？佐野元春さん。今日テレビでなんかやってた、佐野元春さんがなんとかかんとかって。靴下は秀左足からとか、電気は洋式より和式とか、海よりも山とか、あなたにとってのルールを大募集します。まあ私のルールね、こう聞かれるとちょっと思い出せないですけどね。そうだね。でもこのラジオの時に台本に、例えば自分のメモとかを書き込むのを結構ピンク、なんか青とかのルールとか、まあそのピューのピンクのペンを渡してくるだけっていうのはあるんですけどね。今ちょっと適当に言っちゃったからごめんね。でもあとは食器の片付け方かな。洗った食器をやっぱり前も言ったことあるかもしれないけど、洗った食器の置き方はもう私だけのルールがありますね。だから手伝ってくれたとしても人が、やっぱりなんか気になっちゃうんだよね。その置き方違うよってなっちゃうんで、そのねルールはねあります。あと歯を磨くのも結構お風呂じゃないと嫌。すごいね、歯を磨くのが下手くそで、歯磨き粉がさ口から全部漏れるんですよ。だからね、まともにね普通に他の部分が乾いてる状態でやったら本当にねベッタベタになって、その発火でねおそらく顎が腫れると思うんだよね。それぐらい結構垂れ流し状態なんで、結構やばいんですよ。だからお風呂で歯を磨くとそれがこうシャワーでね流されるじゃないですか、うまく。だから綺麗に磨けるんですよ。ねえ、まあよくお風呂に浸かりながら歯を磨くこともあるんだけど、お風呂が一気に汚くなってしまってなんか泡だらけになっちゃうんだよね。だから本当にこう、お風呂上がってたら出て、でリンスをしててちょっと置いてる時にするっていうのが結構決まりで、結構歯磨きのルールありますね。はい、こんな感じです。早速じゃあメッセージが届いているので1枚紹介したいと思います。ラジオネームリックさん。僕にとってのルールは、新しい靴は雨の日に下ろすことです。何の意味があるかはわからないけどルールなんです。カエラちゃんは新しい靴を下ろすのは晴れの日ですか、それとも雨の日ですか？完全に晴れの日でしょ。だって汚れたくないもんね。なんで雨の日に下ろすんだろう。でも何の意味があるかはわかんないけどって言ってるから、ないんでしょ定義なんてね。はい、こんな感じで皆さんのルールを、お待ちしています。ということで、じゃあ曲をもう一回かけたいと思います。聴いてください。イルでつかむ。動きも全く変わるものなんだなと自分の中で思ったことがありました。まあ、あとね、最近気になってることといえばね、あれね、最近というかまさに今日なんですけど、夕方にね、集まってるけどさ、日光のダイエットの北川亮輝っていうのが、すごくいっぱいじゃないですか。絶対に下を向いちゃいけないんだって、洗う時に。っていうのは、お湯で頭皮の皮膚って顔のね、皮膚と一緒だからお湯ですごく柔らかくなりやすいんだって。だからシャンプーをしてる時にやっぱお湯をかけるじゃない。だからその柔らかくなったものをそのまま下を向くと、もう全部重力で下に下がってどんどんたるんでいっちゃうんだって、頭の頭皮も顔も。そうだから下を向いちゃいけないっていうのがまず決まりで、シャンプーをする前にもまずお湯でしっかり髪の毛を洗うことで、シャンプーをつけるときもシャンプーを手に出してから、まず手でちょっと泡立ててから髪の毛に全体につけてから洗うことで、ゴシゴシ洗っちゃダメって言ってた。でこうくるくる回しながら、まず石鹸をつけてる時点で汚れが落ちるんだから、くるくる頭皮をマッサージ優しくしてシャンプーするんだって。でもう溶けとか、例えばちょっとかゆみとかそういうものって全部シャンプーの残りとか、この洗い流し方がだからちゃんと洗い流さないとダメなんですね。だからそういうものを全部そういう洗い流しでやってるんですよ。それでね、一番最後に思ったのは、シャンプーし終わったり少し終わった時に冷水をやってみようよ。今日みんなで家に帰ったら、もうこれ聞いてる人はね、大体もうお風呂に入り終わった人が多いだろうから、明日からやってみたらどうかなって思うけど、そう、あとリースとかもあれだって、頭皮の方から絶対につけちゃダメだと思ってたよ。もう生え始めだけは綺麗なんだから、傷んでるのは毛先だけです。そう、だから毛先につけなさいって言ってた。でもその冷水はびっくりじゃないね。え、すごい、これは勉強になるなって。とかうどんみたいな、あと冷水でね、こうキュッて、だからうどんとかもね、茹でたらめちゃめちゃ柔らかくなるけど、冷水でね、締めたらコシコシになりますもんね。コシコシ？何コシコシって何コシコシって何シコシコ？え？あれコシコシ、あれなんだっけ、何そういうのになってる、コシが出る、あ、コシが出るコシコシ、はい、な感じでね、いいこと聞いたので、皆さんにぜひこれをお教えしようと思って、今日はそれがね、気になる。私もお便りをね、待ってくださったので、ちょっとお電話でマスタッシュのタイトルはですね、ライブに来てくださった方は知ってると思いますが、マスタッシュは、口ひげ、ひげです、口ひげという意味があります。歌詞というか、マスタッシュの曲自体はですね、恋愛の、歌詞になっているんですが、これはですね、マスタッシュというタイトルと全く関係がありません。なので、どんな意味なんですかって言われると、あんまり意味はないんですが、無理やりつけるとしたら、私の詩の中にはこうイエローとか